あちゅう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 のエッチューのミュウサクでーす。エッチューのまるちゃん。ちょっと待って、エッチューのなんつったよ。ミュウサクって。エッチューのミュウサクでーす。はいはい、さあ、今回の企画は、ミュウサク持ち込み企画。お1ヶ月10キロダイエット成功したら、あの子に告白しよう。マジで、本気で言ってんの？俺本気も本気。無理じゃない？いやもう本当に今までダイエットってのはさ、失敗してきた。失敗してきたね。例えば10キロ痩せたって言ったらね、12キロ太ったりとか。そう、リバウンドしたりとか、ね、痩せたはいいけどリバウンドしてたもんね。そう、維持はできなかった。今もほら病気なんでしょ。病気、痩せないとヤバいんでしょ。そういうヘルニア脂肪肝だから、ギリギリなんだよ。なってるだけで、お医者さんにも危険水域だって言われてる。これ言われたことないよ。医者に危険水域って今まで。痩せなきゃいけないし、さらに、あの子に告白っていうのは、それが基本もうメインだから。10キロ痩せて、大好きだったあの子に思いを伝えたわけ。そう、ちなみにその大好きだったあの子っていうのはどうなの？あの、大学の同級生。大学の同級生、ミカちゃん。わぁ、ってことは、18歳ぐらいの時だよね。18からだね。だからもう、10年間。ああ、ずっと忘れられないのよ。大学生の時さ、江ノ島の花火大会に男女33ぐらいで行ってさ、いいね、で、そこに美香ちゃんと俺もいたわけだけどさ、呼ばれてんのに？ちゃんと呼ばれてる？呼ばれてるよ、お前。呼ばれてる？急に行かないだろ。急に会えないし、あの江ノ島で。そうか、そうか。それ行ってさ、あの花火の会場だ、砂浜に着いてさ、で、俺がさ、ちょっと俺、かき氷買ってくるねなんつってさ、まあ、屋台がちょっと遠くにあるんだけどさ、なるほど。で、それ行ったらさ、その美香ちゃんとかもさ、じゃあ私も行こうかな。あ、一緒に行くと。そうそう、いいね。2人でも屋台行ってさ、向こうはイチゴ味で、俺あのブルーハワイ買ってさ。いや、味はどうでもいいんだけどね。あ、それぐらい覚えてんの。あ、鮮明にね。そう、向こう2人で並んで買ってるわけね。そうそう、だから終わってさ、お互いアンとかしちゃったわけよ。めちゃくちゃ、もう旗から見たらもうそれじゃん。いや、もうカップルって言えないじゃん。それってなもんね。それでさ、もういい感じや。そしたらさ、始まっちゃったのよ。手にはかき氷持って、そう、で横には美香ちゃんがいるわけ。いるわけだよ。最高のシチュエーションじゃん。もうみんなからもう離れちゃって、ああ、じゃあもうここで見ようかって。さ、一緒に見てたんですよ。ああ、そうって。でもう本当その横顔がすっごい可愛くて、花火が照らされるその美香ちゃんの顔が綺麗なんだ。もう俺ここだと思って、ああ、肩抱いていいって言ったら、え、なんて、え、なんて、肩抱いていいって言ったら無理って言われて。ちょっと待って。え、何が？だってちょっと急に後半おかしくない？何がだよ。ここだと思って言おうと思ったんだよね。そうだよ。なんて言ったの？肩抱いていいって。付き合ってくれじゃないの？好きだよ、付き合ってくれじゃないの？早いだろそれは。まず付き合ってから肩抱けや。なんでそこで肩抱いていいって言うん？気色悪い。気色悪いじゃねえ。めちゃくちゃ気色悪い。ってことは、じゃあそのミカちゃんに10キロ痩せて思いを伝えに行きたいわけ。そう。だシンプルに何でダメだったか、ダメだったかっていうと、太ってたから。そこじゃなくても。いやいやいや、やっぱ痩せる方がやっぱ有利なのよ。それは。それ。じゃあやろうよ、じゃあせっかくなら。マジでやろう。1ヶ月ダイエット。今日がちなみに、1月13日です。13日ね。また2月13日にはもう会いに行くってことだね。そういうことだね。だからまあバレンタインでもいいわけだけどね。うん、そうだよ。せっかくなら美香ちゃん見てるかもしれない。メッセージ言っといた方がいいかもな。美香ちゃん、今回こんな企画にちょっとまあ巻き込んでしまったような形になってしまいましたけども、まあ、10年間、本当に忘れられずに、いて、今でも思いがあるので、10キロしたらぜひ会いに行かせてください。いや、本当にやろうね、これは。本当にやろう。で、毎回体重測定、この様を経過を1週間ごとに上げていきますんで、ぜひ皆さんでこの優作の最終的にどうなっていくかというのを、ぜひ応援してみてもらいたいなと思いますよ。ぜひぜひ。痩せれるのか、そして会いに行って告白が成功するのか、それとも会えないのか、うん、全部見守っていただきたい。恋愛ドキュメンタリーだね。恋愛ドキュメンタリーだよ、これ、うん。じゃあさ、まあ、せっかくならもう今の体重測っちゃおうか、ここで。今測ります。もう今測ろう。ちなみに最新の体重は何キロだったの？いや、正月前が 90.9 かな。90、意外とないね。俺もっとギリ1トン切るか切らないかぐらい。1トンって1000キロだよ。俺、保存じゃない。行ったり来たりかと思ったら1トンも。いや、そんなことねえよ、お前。ちなみに測ってみて、今体重を。上がる。だから測りましょう。俺体重計持ってきてるね。あ、持ってきてる。持ってきてるから。いい。じゃあ全だ。じゃあ裸になってもらう。毎日？ああ、オッケー。じゃあ今から俺がピョンってやるから。
かちょっとジャンプして戻ってきたら裸になったみたいな感じで、はい、いいよ。じゃあ優作裸になります。せーの、ほい。えーしってなんだよ。これが今のもう何にも隠してない状態の優作。ああ、完全俺。絶対乳首隠すよ。乳首は隠すよ。星で、星で隠すよ。ポルノ女優みたいな感じ。いい、うん、今の現在の体重を測ってみましょう。94キロでした。嘘ついてんじゃねえよ。いやいや正月太りだって。2週間で3キロ太るかお前人が。さあ、ということで、はい、優作の嘘がここで発覚いたしました。嘘じゃないんだって別に。本当にお前はグラビアだよな。お前は何隠してんだ。見せろみんな乳首を見てるの。お前って絶対ほんと隠すよお前。乳首 NG よこれはね。でも10キロ痩せますから1ヶ月。痩せるよ。そしてミカちゃんに思い伝えに行こう。絶対伝える。これみんなに見守ってもらおうね。はい、じゃあ皆さん、優作が1ヶ月後どうなってるか、うん、お楽しみに。そして見守っててください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら優作から10万円プレゼント。いや、あげねえよ。